はい、どうも皆さん、こんにちは。マジックルマンイートは続きやっていきましょう。というわけでね、今回もね、動画を見る男みたいになっちゃってますよ。音声のね、マイクの音声がちょっと自分の注意不足でノイズめっちゃ入っちゃって、結局また動画見ながら喋っております。はい、というわけで前回9月に入ってね、誰かの深淵をクリアしまして、9月に入りまして、今回、じいちゃん強くなったんだっけ？確か。教会イベントを終わらせまして、ね、ゴーストダッチの最終段階かな？この宝箱を開けられるようになったんで、ゴーストダッチファイナルインパクトというわけで、宝箱をね、まず集めていこうかなという動画になっております。いやー、もうほんと最近いい天気だわー。秋晴れというわけで、ゲームと重なり、ちょうどね、こんな感じのいい天気じゃないかな、最近。本当に気持ちいいですね。秋最高。というわけで今なんか、5ストック切れましたね。3サイズっていう。確かね、読んでないやつがあったので、それからやっていくのかな。うん、大人。これ多分前回の動画で最後に撮ったやつかな。うん。そういえばスケさんっていつの間にか自分の用事済ませちゃってるんだよね。確かに。もしかしたら俺たちに見られるのがちょっと恥ずかしいのかも。ああ、なるほどね。だから肝心なことはあまり語らないと。そういうところもなんだか大人って感じだな。うん、そうだ。蔵之介のイベント、他の3人には見られてないところでやってたんだね。そういえば。今更気づく。で、次3サイズ。3サイズ。鼻伸ばしてるんじゃない、この助。罰としてじいちゃんの3サイズを教えてやろう。ガチな罰ゲームじゃん。自分のじいちゃんの3サイズを聞いただけでゾッとするわ。では行くぞ。上から、96、82、100。いいスタイルだな。じいちゃん、何気にいいスタイルだな。続きまして、さくらちゃん。の前に、あおいちゃん。1、2、3。純粋すぎる。何気にまなみは、自分の3サイズ聞かれるのを回避しているという。ね、処世術を見せていますけど。で、結構前の動画なんですけど、誰かの深淵、氷の世界ですね。そこに行った時のボス、倒した時のゴーストークを今読んでます。うん。今のは誰だったんだ？あれ？ラストがしてから猶予が尽きて、絶望に飲まれ込まれちゃ、飲み込まれ、お口回んない。うん。そうですね、コウスケだけが心当たりあって、結構初めの方の狭間の世界にいた住人なんですけど、コウスケ以外多分みんな知らない人なんだね。うん。いつの間にかダーストになってたっていう悲しいエピソードですけどね。これで終わりかな。はい。で、カットされて、看護師さんに通り抜けたら、看護師さん消滅して、ゴッドオブですっていう、スキルとゴーストーク1個か、手に入れた感じで。消えた。幽霊が、ホラーに潜入するゴーストーク。幽霊がね、ビビっちゃってますからね。教会人、カッコアラですよね。消えた。そして手に入ったのが、ゴッドオブです。俺たちが死神ということなのか、わからない。これどういうことでしょうね。うん。前にも確か、公園で一回、こんな感じの現象起きたと思うんですけど。起きたっけ？まあいいや。ハーフコスト。まあハーフコストは1個持ってますからね。2個目
確かまなみちゃんに持たせてた気がする。うん。で、まぁ、こんな感じのスキルソウル装備してますけど。はい。で、この後はカットされるかな？されない。多分この後、東雲山に宝箱を探しに行くんですけど。うん、ですね。こっちにね、一個だけ開けられる宝箱があった。復帰の光。これは、ザオラルかな？まあ、戦闘不能状態の仲間を復帰させるっていう、まあ、スキルなんですけど、今のところは装備しない感じで。うん。ですね。まあ、そうだね。なかなか今のところ、仲間死ぬこともないので、いいかなっていう判断だったかな。はい。で、学校に行くと。すると、文化祭。文化祭ですよ。9月なんでね。いや、いいですね、文化祭。高校の文化祭。文化祭なので、当然、自重しましょう。で、何もくれないんだよな。これ、本当にもう。ね、実況撮ってる時も、絶対何か出てくるかなと思って、入ってみたら、何もないっていう、まさかの、裏を書かれた感じだったな。はん。こいつらは文化祭の時もずっとトイレの前で喋ってるな。まあ、本当は陰キャだな。かわいそうになってくるよ、もう。リオの決勝。うん。体育館では、軽音楽のバンドのライブが行われている。立花たちはなぜか出ていません。コウスケを、ね、やっぱり、待ってるのかね。かわいそうに。いや、もう高校最後のね、文化祭らしいんですよ、これ。コウスケたちにとってね。ね、最後の文化祭、楽しみたいよね。学習展示会場、誰得。教育委員会の、なんか、ご来賓の人しか、喜ばなさそうなブースだね。うん。これは？すげえ楽しそうじゃん。ああ、なんか食べ物出てそう。リンゴ飴。へえ、なかなか、凝ったもの作りますね。ね、これ面白そうだよ。今年はちょっと人が少ない気がするんだけど、気のせいだよね。人が少ないっていうワードが出てますね、9月に入ってからね、結構。何か、伏線なのか、あるいは。何やってんだろう、これ。なんか、楽しんでんのかな？うん。バニー来てるからね、これ、すごくないですか？バニーが売る焼き物屋だって。へぇー。皆さん、高校の時とか、大学でも、中学校でもいいんですけど、何か面白い出し物ありましたかね？文化祭って。うん、自分は特になかったな。普通にありきたりだったな。自分のクラスはなんだっけな。普通に飲食だったな。カレーとか作ってた気するけど。はい。そう、花子ちゃん。花子さん、遊びに行っちゃダメでしょ、お前。本物の幽霊が、お化け屋敷に。ここか？向こうか。左側の方だね。焼きもろこしと金魚すくい。こっちか、お化け屋敷。ね、これもう、受付の人からしてもガチ勢だよな。すごい、凝ってますよね。コウスケのクラスは、お化け屋敷やってる。どうやら本物が出たらしく騒がしい。まあそうだろうな。でもあれかな、幽霊見える人がたまたま中にいたってことか。一般人見えねえよな、花子さん。戦い、コストーク。ここの祭りも楽しいね。楽しいぞ。高校の祭りってもう雰囲気が違いかな。本当にもう青春真っ盛りっていうか、懐かしいぜ。27歳児と8歳児の戦いを描いたゴーストーク。27歳児ってお前。戦い。ああ、そう、これね。スキルソウルとか技の名前で
しりとりしてるんだよね。力への意志、心機一転の教え、エクスタシーフレーム、こっからちょっと俺あんまり覚えてないんだけど、ボスの技かな。無音の絶影、イから始まる技なんてあったか。あ、一刀両断じいちゃん、わざとやってんのかこれじいちゃん優しいのか天然なのかよくわからないな。はい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 。あ、で、そう、攻めの弾4つと、スピードのやつもあんだっけ。うん、瓶の弾。まあこれは葵ちゃんにやってと。そうね、なんか多分動画で撮ってない時に撮ってたんだろうな。はい、でこいつら屋上で黄昏れてますね。やっぱさ、最後まで言うなよ、それはしないって決めただろう。つれえよな、出たいよな。ゴーの代わりを探す気にはなれない。4人でやるから意味があったんだ。そうだよな、ごめん。文化祭は今年で最後だ。みんなが演奏できる方法はないだろうか。ね、最後はもうやんなきゃダメでしょ。なんか喋ってんだな、多分結構長かった。学びの力を借りることができればなんとかなるかもしれない。うん、というわけで学びを探しに行きます。リアルの時期でももう文化祭の時期じゃね。そういえば、うん、どっかやるんかね。高校の文化祭とかも行きたいって思わなくなっちゃったしな。うん、現役の時はすごい行きたかったけど、他の学校の文化祭とかね、さすがにもうなーって感じだな。オッケー。なんだ、頭の中から声がする。まさか3人とも久しぶりだな。こうどうなってるんだ、どこにいる。このメガネキャラの声ちょっとやりすぎかなってことはこう、つまりお前はどうやらそういうことらしい。そんな嘘だろ。くそダメだいやでも絶対こういう感じな声っていうかキャラしてると思うんだよな。俺のことは気にしなくていいから、早く代わりのギターを見つけるんだ。軽音部のやつらならすぐに合わせられるだろう。実際どうなんですかね。リアルで考えると即興でいきなり音を合わせられるもんなんですかね。うん、今年で最後だからこそだ。この4人でやらなきゃ意味がないからな。めっちゃいいやつじゃんみんな。あ、普通に。そうか、4人でやればいいんだ。今俺たちは4人で話してるだろう。この状態でライブをやるんだよ。あ、そうか、なるほど。客には3人しか見えていなくても確かに4人目はいる。幻のボス目黒子のバスケみたいな。うん、知ってるのは俺たちだけ。それで十分だよな。こう、俺の両手を使えよ。それでギターを弾いてくれ。ユキがボーカルで、こうがギター。二人でギターボーカルってわけだ。できるのか？ああ、もうみんないいやつ。いいやつしかいないね、もう。なんだこれ。心向くままにね。ステージ上がった。これあれだよね、ゆうきお兄ちゃんがさ、一人でボーカルとさ、ギターやってる風に普通の人からしたら見えるわけじゃん。相当すげえ人に見えちゃうよね、これね。
やべえぞ、あいつって。ボーカルすげえぞってなってんだろうな、きっと今頃。約束された復員。こうして高校最高の文化祭が終わった。終わっちまった。コスケはメンバーに別れを告げて、狭間の世界に戻った。ああ、終わっちゃった。あっという間だ。祭りの後って、すごい寂しいよな。うん。で、なんか、意味深なことを言ってますが、右をご覧ください。にぎやかにね、なってきたんですよ。頭の世界。こんにちは。おお、こう、どうしてお前がここに？こっちのセリフだよ。三人来ちゃったね、こっちに。なぜか。てか、ここどこ？大地は混乱していて、事態を飲み込めていない。お兄ちゃんも来ちゃった。家族に加えてね、高校の友達の3人もこっちに来ちゃいましたね。目が覚めたらここにいたんだ。みんなして死んじゃったな。ここはどこなんだ？狭間の世界だよ。はぁだよね。狭間の世界、はぁみたいな。こう、久しぶりだね。本郷、どうしてお前まで？わからない。が、死んだ覚えはない。なるほど。やっぱり、死後の世界なんだ。どうして俺たちが揃ってここに？おお、やっぱり、こいつ。さすが、ね。頭がいいんだな。二人よりは。ゆきお兄ちゃんもね、頭いいイメージあったけど、あれかな、勤勉、真面目なだけで IQ はそこまで高くはないのかもしれない。看護師病院で通り抜けた看護師もこっち来ちゃったのか。高校で通り抜けたやつも。やべえ、みんな、どうした？俺死神になっちゃったのか。いや、もううかつに触れないな。生きてる人に。医者めっちゃ怒っとるやん。すいません、本当に。なんかすいません。というわけで、次どうしたらいいんだってことで、夜の世界を探索してみようって話になったんで、行きます。マジカルまで、ちょっと、下見します。結構ね、9月になってからいい商品が仕入れてあったので、ちょっと買おうかなとか思ったんですけど、結局、下見かな。この猶予得意点ってやつ、物理無効化で、効果的にはすごい強いんだけど、確か1ターンとか2ターンしか続かない ?3 ターンだっけ？で、1人にしかかけられなくて、結構、リスクも高いっていうか、コスパも悪いっていうか、そんな感じなので、今は買ってません。はい。リミットレスとかも3万だからな。2キュッパだもんな。とてもじゃないけど、今じゃ買えないからね。はい。というわけで、高校に行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。700円もらいました。ありがとうございます。なんだこの無理やりのテンションな。犬博士1。これ多分続くんだろうな。1ってことは2と3がありそうな気がする。犬博士1。さっきの犬可愛かったな。なんていう種類だろう。めっちゃ早めで読んじゃったな。さっきの白いのはね、クバスの子犬だよ。ハンガリーの犬。へぇ。俺、犬とかも、4、5種類しか知らないわ。トイプードル、ミニチュアダックスフント。ミニチュアダックスフントって猫だけ。そんなレベルなんだけど。ダックスフントは犬か。あ、プリプリザイモンアッシュ来た。プリプリザイモンのパチモン。これどこにいたんだろうな。で、アテレコしてんのがじいちゃんなんだけど。こいつは、どこにいたんだろう。
ぬいぐるみとかじゃなくて、本当に生物としていたのかな。秋の夜中でも自重する。よし、来た。で、ここでやっともらえたんですよね。この、つつましき城塞の上位版、全体版っていうかな、壮麗なる城塞、これを装備したいと思います。こっちの壮麗なる城塞の方がですね、防御力アップ、全体に防御力アップなんですよね。それが3ターン続くんですけど、つつましき城塞は単体防御力アップなんだけど、まあ5ターン続くっていう、まあそれぞれいいところはあるんですけど、まあ、全体3ターンの方がいいかなと思いまして、防御力も上がるしね。というわけで、装備変えましたと。夜の競技大会。はい。うん、この辺からやっぱりだんだん装備ソウル強くなってくるんですよね。花子さん、あいつ大丈夫かな？偉そうだけどいいやつなんだよ。誰のことなんだろう。先生！いいやつすぎたのね、先生。うん、というわけで、いつもと違った発言をしている花子さんが気になるところですが、はいはい、みんなに喋っていきましょう。越境の使者もそういえばそうだね、3人もう撃破してるんだよね。残り1人なんだけど、どこにいるんでしょうかね。お金くれた。ありがとうございます。700円くれた。ありがとうございます。ダメだ。喋りが追いつかないな。難しいな、動画見て喋るのって。越境の使者の話も聞かなくなったなと。うん。貞子さん。ああ、ゾウさんと貞子さん、二人の絡みを一回見てみたいな。うん。邪魔がなければどうなるんだろうという。で、ここにイベントマークがついてますね。ここで何やら、ストーリーが進む展開になりそうですね。コースケのクラスに入る。教卓の近くに空間の歪みがある。どういうこっちゃ。はい。というわけで、見知らぬところに飛んできました。というわけで、今回一体切りたいと思います。この後どうなるんでしょうね。はい。お疲れ様でした。